量山遺族自治州は中華人民共和国四川省に一致する民族自治州。遺族人口が半数近くを占める。自治州人民政府の所在地は最小市。四川省最南部に位置し、北は道省関税チベット族自治州、岸州などと接し、南西と南東は雲南省に囲まれる。中央を宮尾港、南京を利地川。 北京大都下が流れ、宗教の大部分は山岳地帯である。北部のダーリャニ山が古来、ロロと呼ばれた遺族の大拠点であった。新大以前には、都国あるいは、都部落と称し、関代には、古史軍、追悼時代には、州都称し、南昌支配下では、県省府となった。岩町は、ララ各、千石を設置し、秋代には、四川行都寺に属した。 新大には年延府、民国時代には年属と称した。1950年3月になって、最小が解放され、年末には最小畜生委員公所が設置された。1952年4月最小地区からダーリャン山地区を分離して、両山遺族寺地区を新設することが決定され、共に成功省に属した。1955年10月、 成功省が廃止されたため、四川省に属した。1980年最小地区と量産、遺族自治州を合併して、最小市をシフトする新しい量産遺族自治州が設置された。2003年の統計では、全州人口415万4827人のうち、 漢族が218万7984人、遺族が181万5539人、海族1万8778人、チベット族6万4540人、モンゴル族2万6823人、その他4万1163人となっている。僕佐ト県のみ、チベット族自治県である。2県9、4、14県、1自治県を管轄する。 成功症最小選区量産遺族自治区、成功症量産遺族自治州市選症、最小地区市選省量産遺族自治州。ありがとうございます。